こんにちは、デデです。今回はですね、ちょっと近づいてみましょうか。はい、アレスショップさんにお買い物しに来ました。ロンドンより直輸入、たくさんのカラー剤とエクステと髪にまつわるもの、派手なものいっぱいあるんですよ。早速2階に上がって、じゃじゃーん、アレスさん名物、目と口のコラージュ。これね、アレスインターナショナルさん美容院の方でもあるんですよ。わあ、どこを見てもサイドバッキバキ、すっごい綺麗です。目が喜んでます。あー、黄色の羽かわいい。ピンクの羽の方は実は私しょっちゅう使ってます。知ってる人いるかな。いやー、映え映えのエクステがたくさんですね。カラー剤もすごい。こっちに行くと、あ、メイク用品もたくさんありますね。で、実はアレスショップさんで YouTube 動画を撮らせていただくのはこれが2回目なんですけど、それ以外でも私個人的にアレスショップさんには行っていて、なのでまあ知ってたんですけどメイク用品も置いてあります。どれも映え映え。いやー、本当にエクステの量が半端じゃない。ない色がないんじゃないかっていうぐらい、もうここに全てが詰まってますね。あ、これ確かリップだったはず。キャンディーみたいで可愛いですね。あ、ゼブラ柄のクリップ？何に使うんだろうこれ。普通に髪留めたりするやつかな。すごい、サイケデリックっていうんですかね。バンドは何に使うんだろうか。なんとビーズのパーツも売っております。髪の毛につけたりするみたいです。やってみたいなこれ。ドントタッチ。クレオパトラさん、こんにちは。さよなら。あ、なんだろうこれ、グーになってる。パー出しておけばよかった。勝てたのに。このエク、ティンセルも混ざっててすごい可愛い。水色と黄色とピンク、可愛い。いや、どの棚も可愛いものばっかりでぎっしりですね。アレスショップさんのマネキンちゃんはどの子も映え映えですっごい可愛いんですよ。ちょっといかちめな感じで。メイクとかもしてもらってるんだよね。可愛いなぁ。
この黄色の櫛かわいい。クリアピンクもいいな、迷うな。こんな頭で来たのが恥ずかしい。まあ、この後美容院の方のアレスさんでバイバイにしてもらったんですけど、でこちらがウィッグ専門の方ですね。分かれてるんですよ。あ、こっちもすごい。もうマネキンちゃんがすごいかっこいいことになってる。意外とウィッグの方は茶色とか黒とかも多いですね。普段そんな派手な格好しないよっていう方でも全然いけちゃいますね。ここで試しにつけられるってことか。かっこいいな。はい、アレスショップさんいかがでしたでしょうか。いや本当に相変わらず映え映え、お取り扱いされてる商品がブワーって、もうすごいカラフルで、もうね、色彩の なんだ色彩の天国みたいな色彩ヘブンって感じ。店内ギチギチ、隅まで映え商品でぶわっとギチギチにされてる感じがすごいたまらなかったです。で購入させていただいたもの紹介です。じゃじゃん、てってりー、長い長い。こちらがですね、羽のついたポイントエッグ。ちょっと開けてみましょうか。てててて、わー長い、すごい。でこうやって、わあすごい、めっちゃかわいい、やばい。ここがパッチンになってるんで開いて、つけて、よいしょ、閉じる。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い、やばい。可愛い。すごいいいじゃん。あ、めっちゃいいな。可愛い。わ、もうありがとうございますって感じだ。すごい。テンション上がっちゃった。そうこのパッチエンドをね買いました。羽がついてる。うちにねピンクもあるんですよ。ちょっと持ってきちゃおう。やばくないですかこれ。めっちゃかわいい。超かわいい。やばい、めっちゃかわいい、本当にこれ来たな。羽いいな、羽すごい嬉しいですこちら2本セットで1,500円でした。税別かな。で、あともう一個買った商品があるんですけど、じゃかじゃん、こちらもポイントエッグですね。ティンセルとあと黄色と蛍光ピンクみたいな。しかもね、ティンセルがシルバーなんですよ、私の好きな。これやばいでしょ、めっちゃかわいい。もうね、これ見た瞬間ね、ビビビのビーっていう感じで、もうね、色合いが好きすぎて、ほら、やばいでしょ、もう絶妙。ティンセル入れる感じももう最高。もうこれさ、あれ、なんか、ストレートのツインの時とかにつけたい。ここがね、輪っかになってるので、ここにアメピンとかね、差し込んで、で、こうやってつけるといいよって教えてもらいました。あー、すごい嬉しい。かわいい。こちら1本400円
でございました。安っ。いやー、めっちゃ可愛いなこれ。本当にめちゃめちゃ可愛いでございます。いやー素敵。イメージ、イメージ絶対可愛い。早くこれもつけたいな。この動画いいね、アレスショップさん素敵だねと言ってくださる方はチャンネル登録、グッドボタン、またコメントもよろしくお願いいたします。 Twitter やインスタもやっております。ぜひぜひフォローしていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー、また更新しまーす。バイバーイ。